キスムはケニア南西部のニャンザ州北東部のカウンティ。中心都市はキスム。面積は2085.9平方キロメートル2009年の人口は968,879人。人口密度は464.5人平方キロメートル。西はビクトリア湖に面する。キスムの人口密度キスムはルオゴで公益賞を表す。東部に 南ッ絶壁、中部に、カノヘイヤ、西部に向かい丘になっている。カノヘイヤには、肥沃な、黒面土が広がる。主に、岸安地区に、多くの残球が分布する。主に、攻め副軍で聞く未開が見られる。現在の知事である、ジャクトン・ラングマに、知事選で敗れたルス・オディンガは、第二大首相のライラ・オディンガの妹である。ビクトリア湖の湖面に、ホテイ・アオイが茂っている。 ビクトリア湖にホテイアオイが繁殖したことで漁獲口が減っている。カノヘイヤではニャンド川の水で灌漑を行い米を栽培している。ニャンド川は毎年洪水を起こし多くの住民が行方不明になるが同時に肥沃な土地をもたらす。カノヘイヤの北端東端では砂糖キビを栽培している。他にも大豆や豆、サツマイモが栽培される。 キスム市と周辺地域では蛍光業工場がいくつか存在する。繊維や糖蜜、魚や農作物の加工を行っている。キボス町、ミワニ町、ジェメリル町、ムホロニ町にはサトウキビ工場がある。キスム市はケニア西部の商業の中心地である。交通ビクトリア湖の水上交通通信携帯電話が普及している。の4社が主要通信企業である。 ナイロビ大学、キスムキャンパスルオ語が支配的だが、スワヒリン語や英語もカウンティガイの人と話す場合に用いられる。1981年のロバートオコ。ありがとうございます。